ごきげんよう。高齢者起爆剤講演家の宮崎文隆です。今日は2023年8月の30日水曜日です。今日は人生にもっと笑いを、人生にもっと感動をシリーズを返してみたいと思います。今日はその第2弾を言ってみたいと思います。第2弾はラジオ深夜便、 NHK のラジオ深夜便、これは2022年の5月号から行ってみたいと思います。これは新介護100人集、母親の入浴拒否の口実は毎日家で入ってますけ、母親の入浴拒否の口実は毎日家で入ってますけ。これは鳥取県、65歳の方で生まれてますね。そして次が初実習、着衣解除の靴下で麻痺した足の重さを知る、19歳の女性の方ですか。初実習、着衣解除の靴下で麻痺した足の重たさを知るとね。今日は選者の桑原雅樹さん、歌人で新介護百日首の選者です。選者より、石田さんの歌の字中に認知症の母はデイサービスを利用し週2回入浴をしてきたが最近拒否が強くなったとあります。他人に入れてもらうのが嫌で嘘をついているのでしょう。石田さんは困りつつもお母さんの気持ちがわかるのでどうしていいか悩んでおられる様子が伝わってきます。方言の味がいいですね。入ってますけど、黒沢さんは19歳で介護士の卵、初実習ではいろいろな発見があったことでしょう。その一つが人間の足の重さだったのですね。靴下を履かせるだけで大苦戦、こうした小さなことの発見や体験の積み重ねが現場に出た時すぐに生きてくるのでしょう。いい介護士さんになられることと思います。桑原正樹と書いてありますね。もう一度言ってみますよ。新介護百日首、母親の入浴拒否の口実は毎日家で入ってますけ、初実習、着衣解除の靴下で麻痺した足の重たさを知るというね。いろいろな この思いを聞くと、やはり、思いやりと思いやられたり、なんか今から新しい志で向かっていこうというね、なんかそこには感動するものがあります。そして、その感動の中に高齢者を高齢者にする起爆剤のものが潜んでいると思っております。まあそんな感動、小さな感動、胸を熱くするような感動に会えばチャンネル登録もまたしたくなるということではないでしょうか。チャンネル登録もよろしくお願いしたいと思います。ごきげんよう。